がありそうです。さあ谷口がボールを持って、谷口がボールをキープしている。その谷口、さあ左開いて梅内のシュート、決まった。1点追いついた梅内、グルージャ盛岡が1点追いつきました。後半の12分を過ぎたところ、梅内のシュート、谷口から梅内のシュートが生まれ、これで1点追いつきました。2対1。後半の12分を過ぎたところ、このプレーです。谷口から埋めない、この注目に挙げていた2人の選手が得点に絡みました。背番号41、岩渕亮太選手に代わりまして、そしてここでグルージャ盛岡は選手の交代があります。41番の岩渕に代わって